伊予田秀則は日本のドラマプロデューサー、演出家、TBS テレビコンテンツ制作局ドラマ制作部担当部長、愛知県立国府高等学校から東京理科大学基礎工学部材料工学科に進学。卒業後、名古屋の番組制作会社を経て、1998年に TBS へキャリア入社、池袋ウエストゲートパークなどの AD を経て、 怖い童話や、悪い女などの演出を担当。ブラック・ジャックによろしくや、ヤンキー母校に帰るなどのプロデューサーで有名。半沢直樹、下町ロケット、陸王など、池井戸順原作ドラマを多く手掛けている。ヤンキー母校に帰る旅立ちの時不良少年の夢で、松田翔太をデビューさせた。演出プロデューサー企画、半沢直樹が、 作品賞日刊ドラマ GP-NIKKANSPORTS.com 東京理科大学法、ボリューム199-2015.10、英語、豊川市、広報豊川2015年7月号、エランドール賞歴代受賞者一覧。一般社団法人日本映画、テレビプロデューサー協会。2014年1月21日閲覧。世界に見せたい。 日本のドラマ、朝が来た、赤目高がグランプリ。オラカンスタイル。http:/www.oricon.co.jp:/news:/2081070/. フル /.2016 年11月7日閲覧。ありがとうございます。